間違いないわ。いやいやいや、合ってるとかそんなことどうだっていいし。痴漢はみんなそう言うんだよ。実行犯のくせに言い訳できると思ってんの？言われてみればそうね。白昼堂々の覗き、切り捨てられても文句は言えないでしょ。言い訳ならあの世で好きなだけすれば。この状況で言い逃れとは、ある意味肝は据わっているようね。そこまで言うなら話を聞きましょう。ちょ、かぐや？切り捨てるのは話を聞いてからでもできるでしょ。違わないけど。さあ、無実を主張するなら納得のいく説明をしてみせなさい。言っとくけど、逃げようとしたら後ろからブスリだからね。イケメンではあるよね。でも顔は関係ないし、イケメンな痴漢だっているよね。でもそこまで言うなら聞いてあげる。さあ、さっさと始めてよ。帝国になっても姿を現さないと思えば、そんなくだらない騒動を起こしていたとはな。彼の言っていることは事実なのでしょうか。おおむね事実だ。故に御影を責めるのはお門違いだ。そうですか、わかりました。いやいや、何一件落着みたいになってんの。違うでしょ、突っ込むところあるよね。いやいやいや、そんなキョトンとした顔されても。何か問題があるとでも言うのか。あるでしょ。おかしいって思ってるの私だけ？私が変なのかな。何がそんなにおかしいというの。男女で同じ更衣室を使わなきゃいけないこととかだよ。うわ、またキョトンとしてるし。何かと思えばそんなこと。ならば気にすることはない。気にすることはってどういう意味ですか。今日から3名にはチームを組んでもらう。お互いの命を預け合うんだ。家族も同然。家族に裸を見られて恥ずかしがるバカがどこにいる。確かにそうね。いやいや、家族が相手だって裸を見られるのは恥ずかしいから。話は以上か。なら問題ないな。するってダメだ。これでも聞いてもらえないパターンだ。それよりも気になることが。なんだ、言ってみろ。先ほど3名にはチームを組んでもらうと言っていましたが、どういうことでしょう。ああ、そうそう、それってどういうこと。貴様らがこの王立第一騎士学園に入学して3年、これまで騎士になるべく数々のことを学んできただろう。最終学年である今年度はより実践的なことを学んでもらう。知っているとは思うが、騎士は常にチームで行動をする。それこそがミッションの成功率を上げ、自身の身を守るからだ。騎士はこのノア王国を守る正義の象徴、国民の盾であり矛である。リスクを減らすことは国民の命や財産を守ることに等しい。よっていかに優れた騎士であっても短期での行動は認められていない。貴様らはただの見習いにしか過ぎぬが、卒業後は国王直轄の騎士団に所属することになる。今からチームでの行動に慣れておく必要がある。それが疑問に対する答えだ。理解したか。思うことはいろいろあるけど、言ってもスルーされそうだし、とりあえずオッケーかな。私も問題ないわ。改めて言おう、
貴様らはチームだ。血よりも強い絆で結ばれた家族だ。己の命は仲間のためにあると思え。互いに支え合い、切磋琢磨を怠るな。とはいえ、全員初顔合わせだ。いきなり命を預けろと言ったところで無理な話だろう。さまざまなミッションを共にし、絆を深めていけ。更衣室で初めて顔を合わせたの？それで今日は何するの？顔合わせしておしまい？バカを抜かせ。当然ミッションは用意してある。貴様らにチームとして挑む初のミッションを言い渡す。本日これより行ってもらうのは、私も。まさかいつも勉強してる学園の下にダンジョンが広がってるなんてびっくりだよね。これまで人間相手の模擬戦闘は何度もしてきたけど、モンスターを相手にするのは初めてね。モンスターって言っても今日のターゲットってスライムでしょ楽勝だって。スライムを甘く見ない方がいいわ。あれはあれで相当面倒なモンスターよ。かぐやって心配性？慎重に慎重を重ねることと臆病は別物よ。慢心は己の寿命を縮めるだけよ。分かった分かった、分かりました。私が間違ってたよ。油断しません。これでいいでしょ？結構よ。それじゃあゲートをくぐってダンジョンに降りましょう。もちさっさと片付けて教官を驚かせちゃおうよ。その意気がよしね。薄暗い洞窟想像してたけど全然違うじゃん。それはそうと、大事なことに気づいちゃったんだけど。敵の気配でも？そういうんじゃなくって、実はまだちゃんとした自己紹介ってしてなくない？言われてみれば確かにそうね。命を預ける仲なのに何も知らないってまずくない？というわけで、敵が出てくるまでの間、自己紹介しようよ。分かってるってば。危険が近づいてないか、アンテナ張り巡らせるよ。私からで構わない。カグヤ刹那、使用武器は見ての通り片手剣。以上。もうおしまい？たったそれだけ？もっと趣味とか特技とか好きな食べ物とかないの？趣味も特技も特にないわ。好きな食べ物も特になし。まあそういう人もいるかもね次は私ね、アリサ・モエギハラ。趣味は料理で、特技は体が柔らかいこと。好きな食べ物はミルクレープかな。こう見えて6人兄弟の一番上だから、面倒見はいい方なんだから。武器は言うまでもないけど、見ての通り槍ね。6人兄弟、賑やかそうね。賑やかっていうかうるさいよね。毎日戦争だもん。飛んだり跳ねたりして大変だよ。中は超いいよね。じゃあ次、自己紹介よろしく。新崎？まさかあのゼロ新崎の息子？君のお父さんってゼロなの？すごいすごい、本当に？王国最強の騎士ゼロの子供なの？すっごーい。ゼロの息子がこの学園にいるとは聞いていたけど、まさかあなたがそうだとはね。
そうね、ごめんなさい。確かに今のはあなたにとって失礼な態度だったかもしれないわ。うん、なんかごめんね、気分悪くしちゃった。素晴らしい目標ね。けれどあのゼロを超えるのは容易なことではないわ。顔を合わせるたび父が自慢話に花を咲かせるほどなのだから。ゼロの舞台で副官を務めているのよ。言ったでしょ、自慢していると。ゼロほど素晴らしい騎士はいないと、のろけているわ。消えた？ついさっきまですぐ後ろを歩いていたはずなのに。向こうから聞こえてきたわ。急ぎましょう。見事に捕獲されているわね。面目ない。それはそうと、早く助けて。ぬるぬるして気持ち悪い。なになに。スライムは捕らえた相手をゆっくりと消化液に溶かし取り込むのよ。大丈夫。むしろ心のダメージの方が大きいかな。心配してくれてありがとう。ああ、チームでする初めてのミッションなのに、いきなり足を引っ張っちゃったよ。情けなくて穴があったら入りたい気分。活躍していないという意味では私も同じよ。結局見かけに全て任せてしまったのだから。油断しないとか言っておいて、あっさり捕まっちゃうし、かぐやとは比べ物にならないマイナスだよ。ダメダメすぎて泣けてきちゃう。いいよ、かばってくれなくても。ダメなものはダメなんだから。二人とも何も悪くないよね。話に夢中でスライムが接近していたことも、アリサがさらわれたことにもすぐに気づけなかった。確かに言い訳のできない失態ね。いやいやいや、謝んないでよ。ちょっと頭上げてよ。今回のことは紛れもない失態ね。だけど考え方によっては幸運とも取れるわ。痛い目を見たおかげで、次からは同じ失敗をしないよう強く心がけるでしょ。今回のことをただの失態と捉えず、今後の戒めと取れば、決して高い授業料ではないはずよ。かぐやってポジティブなんだね。それはどうかしら。
よーし、次こそは絶対活躍してみせるんだから。こちらこそ。いいチームにしようね。それじゃあチームの結束を高めるためにこれから親睦会しない？私は構わないわ。見かけは都合が悪いのかしら。何か予定でも？そう来なくっちゃ。そうと決まれば見かけの家へレッツゴーだよ。私の家は弟たちがうるさくてくつろげないんだもん。別にかぐやの家でもいいけど、今回はなんとなく見かけの家かなって。じゃ決まりだね。